こんにちは。マスターピストの中瀬です。今日は僕のピスト史上最強のトリシャカスタムを紹介します。もともとはこんなベージュ色のフレームだったのを、今回は昔のインディアンやハーレーのボードトラックレーサーをイメージしてカスタムしました。ちなみにフォークはどうしてもこの形にこだわったので、特注で作ってもらいました。ハンドルは既製品を加工してもらいましたが、とても反響がいいので、商品化できればいいなと考えてます。まずはフレームが、これランチパッドなんで、はい、ガゼットがガゼット、上と下に入ってる。これでもみかん君の、V2 も入ってるんあ、ですね。そうなんですね。あれ結構丈夫。ガゼットがあることによって、やっぱ耐久性がやっぱり良くなるんですか？なんだっけ、フラットだったらあんまり関係ないんだけど、いわゆるバニボとかウィーで着地した時に、この衝撃が多いとここにフラットなるほど。だからガゼットがいい。っていうのと、この 500C ぐらいの太いタイヤでバースピンしたいっていうのがあって、でフォーク作ったんですけど、多分 700C でこの500の太さでバースピンになってるのはこれぐらいしかないと思う。そうですね。このクリアランスはやばい。もう一回回転。ただし注意しなきゃなんないのはあれだよね、ペダルの位置が相当この辺からアプローチしないと、もうここに来たら足当たり出すから。タイミングが難しい。そうですね。と、あとはクランクが、これようやくシンクロスの80年代のマウンテンのが手に入ったんで、だからギア比をフロント32のリア13にして、32、13、でそんな山走んないけど、これ障害物があった時にパッシュガードがあるんで、チェーンリング割らない。っていうか、歪めないっていう。裾とかも巻き込まなさそうですね、これね。だから結構デニムがね、これで何本もダメになっちゃったり、パンツがね、あーってなりますもんね。スウェット何枚破ったりとか。と、ペダルもこれ昔のスピードプレイっていうんですね。なんか、ごっついけど CNC でものすごいミクミクされてるんで、軽いと。とやっぱり特質はこれかな、バースピンするためにフロントブレーキをプッシュ式にしたの。なんだそれ。効くのでしょうかというね。意外と効く。効くんだわ。意外と効くんですね、これね。十分精度は出てました。え、リアワリア後ろもちゃんとついてますの。動きます。ハブ位置をね、日々にスタッシュ。こだわってますね。で、デカールないけど、これ一応ベロシティだから、まあ、USA ですね。丈夫。これは書かれたんですよね。デザインですよね。そう、ね、これ国と書いてもらって、で、ちゃんとここに、うちの店のロゴ。クロムハーツとコラボとかではないですね。じゃない。勝手にマスターピストって書いてある。これフレームは塗装？そう、これなんだっけ、パウダーコートっていうペイントじゃなくって、窯で200度ぐらいに温度を上げて静電気を起こして、ガラスのパウダーをつけて溶かすっていう。だから逆にあんまりフラットじゃなくて、ゆず肌っていうか、初期のブルックリンみたいなちょっとガサガサ感が残ってるんで、逆にいいし、光沢感はめっちゃありますよね。オートバイのフレームでは割とこれはメジャーで、部品脱着する時にもうみんな傷だらけになるんで、多分これが一番丈夫な
そうだと思う。なるほど。これブルックリンのメインのロゴ入れなかったのは何でですか？いやもうあの一見どこのチャリか分かんない風で こんなフロント見たことないから、うん、ハンドルとこのフォーク あのシルバーとのこのコントラスト、うん、素材の違いみたいなの出したくて。そうですね、もうキラキラしてますもんね。そうそうそう、自分の顔が感じしますよね、これね。乗ってるとここに自分の顔が映るっていうあんまり見たくないけど要するにこのハンドルとフォークとクランクを目立たしたかったんで真っ黒にした。なるほど。え、中瀬さんちょっと乗ってみてください。最後まで見てくれてありがとう。気に入ってくれたらチャンネル登録お願いします。